ようこそイカれたクラブへお客様。今宵お楽しみいただくのはバックショットルーレット。ショットガンに込められているのはトミカしか。おや、どこからともなく狐とウサギが迷い込んだようです。哀れな供物の用意は整いました。それではショーの開演です。最後までお楽しみください。今年の小麦は豊作だ。むにゃむにゃ。ロホさん起きてください。ふわー、おはようゆかりさん。おはようじゃありませんよ、大丈夫ですか。どうしたのそんなに慌てて。あれ、ここは。わかりません、気づいたらここに。トイレ、かな。おじけづいたのか。アフレード、誰かわからんが挑発と受け取った。野郎今行くぞ。ちょっとちょっと。そこ。なんだこの部屋は。うわー、なんだこいつ。面積同意書に署名してくれ。同意書、一体何のことだ。これのことか。よくわからんけど、朗報と、ほら、これでいいか。それではゲームの開始だ。待て待て待て、勝負は3回。このディーラーと勝負してもらう。が今回のライフは互いに2だ。赤いシェルは実砲、青いシェルは空砲、弾はディーラーが込める。弾の種類を入れ替えたりはしないから安心してくれ。ただし装填する順番はランダムだ。あなたはディーラーを撃ってもいいし、自分を撃ってもいい。自分に空砲を撃ったらもう一度あなたの手番だ。では健闘を祈る。やるしかないのか。ここは空砲の確率が高い。ナムさん。ふう、こんなところで3分の1を引くような私じゃない。これでまた私の手番か。なあ、とりあえず食らってみないか。そこ！くそ、本当に実弾が入ってる。一発でライフ一つ分、弾薬の威力を調整してやがる。残り一発は空砲だ。ほら好きにするといい。これでショットガンの弾倉は空だな。安心しろ、弾薬が尽きたら次のセットを用意する。ち、余計なことを。実砲3発。実砲が装填されている可能性が高いんだ。さあ行ってくれ。ファイヤー！私の勝ちだ。相手が悪かったな。おめでとう。ディーラーのライフは尽きた。このラウンドは君の勝利だ。当たり前だ。こんな場所で死んでたまるか。って、このラウンドってことは。では第2ラウンド開始だ。ただ確率頼みに判断してたら面白くないだろ。便利な道具を用意してあげよう。面白さは求めていないんだが。この箱の中に道具があるのか。弾薬を相談するたびにいくつか道具を用意しよう。もちろんディーラーにもな。中身はランダムだ。好きなように使ってくれ。タバコと小型のノコギリ、一体何に使えと。今回のライフは4だ。弾薬の威力は控えめだから安心して食らってくれ。信用できるかそんなの。道具の用途はそのメモを見ればわかるだろう。ノコギリは実砲の威力を上げて、タバコはライフを回復、感覚を麻痺させるのか。今回は 50-50。 それなら私は物事をいい方に考える。次の一発の威力を高めるぞ。重心を切り詰めて総豆腐にする。よし、これでいい。さあ覚悟はいいかディーラー。ぶちかませ。からか、ほら残り一発だ。好きにするといい。嘘です、嘘です、やめてやめて、絶対痛いって。嫌だ嫌だ嫌だ、 100% 撃たれるんでしょ。ちょっと待って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 、切るな切るな切るな。はぁ、あ、ちょ、やめてください。ぎょえー、やあ、おはよう。ほら死ななかっただろ。まだ。クソ。さあ追加の道具を用意しよう。これは手錠、相手を束縛するのか。これは面積同意書。ああすまない、余計なものが混じっていたようだな。今ゴッドって書いてなかったか。そんなはずないだろ、だって神はサイコロを振らないんだから。クソが。手錠の効果は相手の次ターンをスキップか、連続してこちらに選択権が発生するわけだ。ほら手錠をかけろ。よし、しばらくおとなしくしているんだな。ふはぁ。タバコ無理なんだけど。なら吸わなければいい。死ぬよりはマシか。さっき 50% を外したから次は当たるだろ。私は詳しいんだ。嘘だろ、こんなのおかしいって。ここを外すとまずい。道具はすべて使ってしまったが、3発中2発は実砲なんだ。当然ディーラーを撃つ。はぁ、ふざけるな。ははははは、運がなかったようだね。さあ君はもう何もできない。おとなしくディーラーの行動を待ちたまえ。やめろやめろ。ああ、きっちり重心詰めてくるよね。そうだよね、クソが。大丈夫だ大丈夫、まだ死にはしないはずだ。無理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 。ゴフ。もう後はないぞ。こんなところで死んでたまるか。いい道具が配られるようせいぜい祈るんだな。今回はノコギリとビールか。さっきあいつがビールを飲んだら廃墟していた。弾薬の種類を問わず一発分スキップか。待て、あいつの道具に手錠があるじゃないか。つまりあいつに回したら私は。クソ、ビールを飲まずにやってられるか、こんなこと。空砲だったか。
ははは、これが実砲だったらまだ。あいつに撃たれて終わるくらいなら私は。ああ。5分。よかったな、まだ生きているぞ。さあ起きろ、夜はまだまだこれからだ。ふざけやがって。ロホさん。ロホさん起きてください。うーん、ふわー、おはようゆかりさん。おはようじゃありませんよ、大丈夫ですか。どうしたのそんなに。いや待った、確か私は、うん、大丈夫ですか。ぐっすり眠っていたと思ったら急に。ゆかりさん、この場所に見覚えはある。 いえ初めてですけど。わかった、ちょっとここで待ってて、蹴りをつけてくる。ちょっとお帰り、やっと戻ってきたね。戻る以外の選択肢がないんだろ。さあ続きを始めよう。今回は特別だ、2ラウンド目から開始してあげるよ。何が特別だ畜生。今回の道具は、これは虫眼鏡か。それが2つ。どうやって使うのか。ライフはさっきと同じく4になるよう調整している。ちょうどいい痛さだったろ。覚えておけ、いつかあんたにもぶち込んでやるからな。乗り気になってきたようで何より。虫眼鏡は薬室の弾を確認。眼鏡パリン。いい割りっぷりだ。さあ薬室を覗くといい。装填されているのは実砲。それじゃあ食らわしてやるよ。ファイヤー。これで残り3。一発ずつじゃキリがないな。さあ次の道具をよこせ。ビールに。ノコギリか。虫眼鏡があるこの状況なら悪くない。弾薬は2つずつ。道具で有利な状況に持ち込まないと。一発目の弾を確認し、メガネパリン。なあ割る必要はあるのか。まあいい、今回は空砲。それならまずは自分に撃つ。クソ、さっきの記憶が。分かっていてもいい気分はしないな。いや、そもそも色の通りに弾薬が入っているとも限らないんだ。安心しろ、そこは絶対だ。こんなイカれたことをして何が絶対だ。次はどうする。ビールを飲んで廃墟するか。空砲にヒットすれば示談を確実にぶち込める。だが実砲なら示談は 50%。ならここは、ほら、お前にもこの痛みを味わわせてやる。遠慮することはないぞ、私も食らったんだからな。そこ！マジかよ。残りは実砲だけ。ああそうだよな、そりゃ手錠を使うよな。バカだったな私。野郎のんびり煙を吸いやがって。勝ったつもりか。なんだ虫眼鏡まで使うのか。こいつ実はバカなのか。バカなのはどっちだろうな。私は運がなかっただけだ。そうだ、そうに決まってる。ああまたあれを食らうのか。痛いんだろうな、やだな。どうだい、蘇生装置にも慣れてきただろう。慣れてたまるか。外せ畜生。おのれおのれ、もう後はないぞ。どうするんだい、ディーラーのライフはまだ4あるぞ。道具だ、道具をよこせ。ふふふ。また虫眼鏡が2つ。弾薬は3の2か。考えろ、何か手立ては。タバコも手錠もないんじゃどうしようもないか。ダメだ、どうあがいても相手のミス待ちだ。クソ、ここに来てまた空砲。これは自分に撃つしかない。問題は次だ。ここでビールを飲んで実砲を廃墟すればまだ可能性はある。ぷはぁ。せめて冷やしておいてくれ。廃墟したのは青、空砲か。はは、ぶちかませ。残りは実砲が2発。ほら早くしてくれ。まあ待て、ディーラーも一服したいそうだ。一服したいのはこっちだ畜生が。さあお祈りは終わったかな。いいから早くしてくれ、まだ生きてると言って。おいおい、なんで。はははは、祈りが通じたんじゃないか。どうやら今回のディーラーも同じくらいバカなようだな。やつも判断をミスるのか、それとも何か見えていないものがあるのか。今はどっちでもいい、拾った命は利用させてもらう。これで断層は空。さあ次をよこせ。ふふふ、次のダイスの目は何だろうな。よし、手錠。これなら有利に運べる。あとはノコギリ。やつのライフは残り2、弾薬は3対3。一発で決めてやる。まずは虫眼鏡で薬室を。眼鏡パリン。空砲か。これで確実に勝てるルートは消えたが、何、まだ有利なのはこっちだ。いや、でもディーラーにも手錠がある。手番を回したらダメだ。ほら手錠を使え。これで猶予は2回だが私のライフがない。ここで決めきるしかないな。頼むゆかりさん、私に力。あ、やっぱなしでダメそう。さあ食らいやがれ。ぶちかませ。
今度は私の勝ちだ。おめでとう。よかったな。あなたにはまだ神がついているようだ。これで第2ラウンドも突破だ。一体あと何回やらせるつもりだ。ふふふ、残念だが次が最後。さあ、あなたは勝利につかめるかな。ドクロマーク、さっきのような負けは許されないな、これは。ふふふ、さあついに最終決戦の時だ。共に生死の狭間で踊ろうか。あんたはこいつなのか、それとも。それはハサミ。ふふふふ、ライフ管理には気をつけるんだな。ルールは変わらない。だが道具は4つ支給しよう。うまく使うことだな。4つも組み合わせによっては一気にやれる可能性もあるのか。タバコに手錠、ノコギリ、そしてタバコ。悪くない、これならかなり粘れそうだ。あの痛みを何度も味わいたくはないが。今回のライフは6だ。まあのんびり考えたまえ。嫌なやつだ。今回は実砲1に空砲が2。手錠はまだ使いたくないな。ひとまず自分を撃ってみるか。私もおかしくなっちまったみ。ゴフ。だから確率は嫌いなんだ。覗くまでもないのにやっぱりバカなのか。少し飛ばすぞ。この状態でさらに道具が4つ。中身はノコギリが3つに虫眼鏡か。弾薬は4つずつ。弾薬を確定できるのは1度だけ。さてどうするか。まずは虫眼鏡で。眼鏡パリン。空砲、クソ、なんで毎回空砲なんだ。問題はここだ。手錠を温存するべきか。いや、使おう。ここで確実に削っておきたい。本当にその選択でよかったのか。なんだ敗北が怖いのか。安心しろ、とびっきりの一撃を食らわせてやる。ファイヤー。これで私が優勢。タバコもあるし、もう私の勝ちだろう。ふふふ、大丈夫か。入れ込んでるぞ。よく喋るじゃないか。命乞いでもしたいのか。遠慮することはない。このまま一気に行ってくれ。そこ。運のいいやつだ。さあそれではディーラーの番だ。よかったのか、タバコを吸わなくて。は、いや、まだ死にはしないだろう。そうだな、死にはしない。すぐにはな。ふん、ただの負け惜しみだな。これでディーラーのライフは最大まで戻ったか。全く面倒な。どんなタバコなんだよ本当に。どうだ、次の弾薬は何だった。話してもいいんだぞ。手錠されてる私が今知っても意味がないけどな。ああ、そうか。本当に勘弁してくれ。おのれ、おのれ。ごふっ。痛いんだよ畜生が。えい、外せ。ああ、お前はそのメガネ越しに覗くんだな。次はどっちだ。そうか、空砲か。これで実砲の方が多いが、お前には道具がない。ほら、さっさとどちらか。ごふ。なんでそういう時は外さないんだ貴様は。さあ覚悟はいいか。何を今さら。覚悟なんてすでにできている。そうか、それでは最後の時間を楽しんでくれ。おい、どういうことだ。だんまりか。まあいい、まずはタバコで回復させてもらう。おい、これ回復してるんだろうな。ったく、どうせ表示していないだけなんだろう。もう一本吸わせてもらうぞ。さて、これで私のライフは4のはずだ。あとはこの2分1を突破しないとな。ファイヤー。そう、何度も外してたまるか。残りは空砲でディーラーの番だ。次に行くぞ。ビールにノコギリ。おい、残りは全部ノコギリかよ。なんだこの火力ビルドは。ふざけるな。よかったな、一気に勝てるかもしれないぞ。ディーラーは手錠に虫眼鏡まであるぞ。卑怯な。あなたの運がその程度だったというだけだ。落ち着け。あの組み合わせなら最大でも3までしか食らわない。まずはビールで薬室の弾を。実砲か。次はどっちだ。空砲、いや実砲だ。おい、ノコギリを使わせてくれ。一度ショットガンを手に取ったら引き金を引いてもらう。くっ、外れ。さて、では終わりにしよう。終わり。ほら手錠をかけろ。ああ、わかったわかった。最後に一つ教えておく。タバコは早めに吸うことだな。あれは輸血を兼ねている。失った血を補っていたのか。だがモニターとの接続が切れたらただの煙だ。なんだと？つまり。どうだ？煙はうまかったか？やめろ。おい、手錠を外せ。空砲だったか。ということは残りは全て実砲だな。どっちがいい？一発。おお。
本当に大丈夫なのか。そのディーラー死ななければどうってことないだろ。それにこの時間を長く楽しめるんだ。クソ、手錠を外せ。ふふふ、最後はいい声で泣いてくれよ。ははは、おのれおのれ、やめ。あれ、ここは私何してたんだっけ。何か大事なことを忘れているような。まあいいか。おーい、ゆかりさん、そろそろ帰ろうよ。ゆかりさん、どこ。ねえゆかりさん。帰ってくるんだロホちゃん。あなたがいないとうちのチャンネルの個性がなくなる。それもそうか。ロホさん起きてください。うーん、ふわー、おはようゆかりさん。おはようじゃありませんよ、大丈夫。ごめん、ちょっと行ってくるね。ちょっとちょっと、そこ。よう。驚いた、なぜ生きている。当たり前だろ、だって私は主人公だから。わけのわからんことを。まあいい、では最終ラウンドから続けさせてやろう。そこは右上なんだな。だって私はゲームマスターだから。今回の道具はこの4つ。なんだろう、今ならハズレを引かない気がする。ほらな。それじゃあビールを1杯。おはぁ、実報だったか。それじゃあ次に行くぞ。またビールか。おいおい、ビール多すぎだろ。せめて冷やしたビールにしてくれ。さっきもあったな、4発ずつ。盤上が煩雑すぎるだろ。とりあえず飲むか。おっ、ぷはぁ。まずは実報。おっ、ぷはぁ。また実報か。なんか楽しくなってきた。おっ、ぷはぁ。今度は空砲。じゃあ次は虫眼鏡で覗いて、眼鏡パリン。ふむ、空砲か。それじゃあ自分に撃ってと。ただ道具を浪費しているだけのような気もするが、次は空砲だ。空砲にベッド。でほまあこんな時もある。どうした、随分ポジティブだな。人間はどんな環境にもなれるんだよ。ご立派だな。さあどっちだ。いいんだぞ、わざと外してくれても。手錠があったら関係ないか。これで残り1発。余裕のビール飲みか。このディーラーは追い詰めるのが好きなんだ。おやおや、結局また負けるのか。いいから次の道具と弾薬をよこせ。おお、怖い怖い。虫眼鏡が2つにタバコとノコギリで、弾薬は実砲3に空砲2。じゃあまずは眼鏡の出番だ。眼鏡パリン。青、空砲だ。これで実砲が3に空砲が1。時弾は 75% が実砲。一度はディーラーに順番が回る。順番が回るんだ。残りの虫眼鏡は温存したい。次で勝負に出る。やっぱタバコは無理だ。おこちゃまだな。なんとでも言え。これでいいだろう。覚悟はいいか、ディーラー。化け物め、ぶちかませ。よし、このくらい突破しないと。やつのライフは残り4か。と言ってもタバコが2箱あるがな。おい、これ終わるのか。当たり前だ、いつまでも確率なんて当てにならないんだから。どこかで必ず期待を裏切る結果をもたらす。それはお前が一番わかっているはずだが。ふん、余計なお世話だ。タバコ2箱は吸ってきたな。これでライフは元通り。一発は食らうことになる。悔しいが、火力調整と蘇生装置だけは信用できる。ここは歯を食いしばれ。私、空砲だったか。これで残り2発は共に実砲。はあ、またあれか。やだな。あ、ちょ、やめ、やめて。おお。いくら火力を調節しているとはいえ、これで生きてるのはおかしいだろ。どうです？素晴らしい技術でしょ？もっとまともな場所で使ってくれ。よし、だがここは確実にダメージを与えられる。虫眼鏡も温存できた。くらえ。悪くない。ライフが心もとないが、相手の道具もスカスカだ。楽しくなってきたね。さあ次の道具を配ろう。タバコが2箱にノコギリと虫眼鏡。手錠こそないが、かなりいい組み合わせだ。弾薬は実砲に偏ったな。間違いなくこのターンで終わる。ひとまずタバコを2箱吸わせても。ふぅ。これで総動負されても2回は耐えられる。
あれに耐えられるのか。私の精神が先におかしくなっちまう。だが余裕があるならここは勝負に出てもいいだろう。くらえ！よし、これでディーラーのライフは残りに。もう回復はできないはずだ。次の私の番で確実に勝つ。さあ選べディーラー、これがラストターンだ。その割れたメガネでよく見るんだな。これが貴様の最後の選択だ。ビールで廃墟したのは青。かけるか。残念だったな。あとは私の手で決めてやる。なんだ。おめでとう。あなたの勝利だ。なに？まだ奴のライフは残っていたんじゃ。さあな、最初からライフは6じゃなかったのかもしれないし、最後の弾薬の火力を上げすぎたのかもしれないな。お前最初から。ふふふ、いいじゃないか。あなたは勝ったんだ。さあ報酬を受け取れ。それが勝者の義務だ。ここは、そうか、あの地獄から脱出できたんだな。たく、なんで私があんな目に。まあいいか、こうしてお金も手に入ったんだし、命を懸けた割に大した金額ではないが。これからどうしようか、ゆかりさん。とりあえずこのお金で美味しいものでも。あ。あロホさん、どこ行っちゃったんですか？私怖いのダメなんです。なんか変な機械が急に突っ込んできたし。何ですかこれは。ウォールアウトか。ウォールでアウトな世界になったのか。薬？薬ってなんだ？そういうのは YouTube 的にまずいですよ。ここは。なるほど、ここがクラブってやつですか。どうやら、ゆかりさんの踊りを披露する時が来たようですね。はい、失礼します。お、なんだなんだここは。ゆーかーりと。サインまで求められるなんてゆかりさんも有名人ですね。こうしてゆかりさんの新たな挑戦が始まる。かもしれない。